久保さん。久保さん。超 PayPay ペペ祭り。アクセス稼いでんじゃないですかこれ <laughs>。来ましたね。すぐやるっていうね。すぐやってるじゃないですか久保さん。キーワード。これ、露骨に。これ結構、500回ぐらい回るんじゃないですかわかんないですけど。まあ、トレンドは終わったんで。あれですけど。まあ、余力ですか <laughs> これ、直近の動画に比べるとかなり2倍ぐらいは回ってるんじゃないかな。 2、3倍ですかね。いや、何事もやってみるもんですよね。はい。ということで、今ですね、久保さん、僕、あの、10万文字、10万文字をちょっと挑戦しようかなと思って、あの、このあの来月の4月1日、4月1日で、僕はあの、情報商材完全バイブルっていうのを出して、丸5年になるんですよ、出版して。で、その4月1日に、 あの、PDF のレポートをね、有料で売ろうと思うんですけど、それの、まあ、ブログにその文字を書いてるんですけど、その、あの、レポートのね。それ今1万五千文字ぐらい書いてるんですよで。ずーっと今日書いてるんですけど、これ10万文字書く、10万文字書いてるレターってまあまあないと思うんですよね。<laughs> これ10万文字書いたらどうなるのかなもうスクロールしても全然いかないみたいなね。 これ、いつになったらこれ来んねんみたいなね。っていう、もうあの、スクロールさせて買わせないぐらい書いたろうかなっていう。ちょっと挑戦するよね。自分への。多分、10万文字はちょっとね、まあ、文字数、まあ、昔ね、すげえ。でも書いたかあの、縦長のセールスレター作ってた時は、10万文字書いてたかなちょっと久しぶりにちょっと、あの、鬼の形相でちょっと書いてみようかなっていう。10万文字ね。1ページ10万文字。 ブログの1記事、まあ僕ブログで今販売してるんですけど、1ページ10万文字書いてるブログってあんま見たことな,なくないですか <laughs> ちょっとね、今1万五千文字なんで、ちょっと4月1日まででしょだ明日とあさって、明日とあさってじゃちょっと無理ですね、さすがに。3万文字ぐらい頑張って書いて、まあちょっと限界まで書いて、あのー、まあそう付け足し付け足しでちょっと10万文字にしていこうかなと思います。そう。 まあ今、10万文字書く上で、どうやって書いてるかっていうと、今までアンケートもめちゃめちゃ僕取ってるんで、そのアンケートのお客さんの声を聞いて、もうめっちゃ書いていくっていう。それをやってますね。ひたすら。で、何が言いたいかっていうと、まあ、やったことがないことに挑戦しろってことです。やったことがないことに。なんかね、久保さんのね、あのコメントあったんですけど、僕コメントつけ,つけないようになってるんで、なんだっけな。あの、PayPay やってないですみたいな。PayPay テーペー全くやってないですと。うん、現金だけでいいかなと。うん。そう。やり方もわからないっていうね。うん、やり方がわからない <laughs>。やり方がわからないというよりかは、やろうとしてないだけかなと思うんですよね <laughs>。うーん、だからここがやっぱあれですよね。YouTube のやり方がわかりません。うん、やってないからやり方わかんないよねっていう <laughs>。 そうだからまあ、まあ、やっぱこういう感じなんですよね、みんな。なんか、もったいないですよね、せっかくあるのに。せっかくあるんだから、から少なくてもね、少なくても仮想通貨は、ちょっと不確定要素が久保さん、あるじゃないですか、本当に上がるか上がらないかって、不確定要素あるじゃないですか。 もう PayPay ペペに関しては、不確定要素もクソも、もう1000万人ぐらい利用し1000万人以上ダウンロードして使ってるし、ユーザー層いるし、バックボーン、ソフトバンクとかヤフーで、ねこね、今回のあ超 PayPay ペ末ペにも LINE と投稿してるし、動画がいても誰も知ってる企業さんがやっていて <laughs>、もう店舗にもね、店舗にもペ、だ店舗レベルで、例えばあの仮想通貨決済できる店舗、まあないことはないけども、 圧倒的にまだ少ないじゃないですか仮想通貨ねでその例えば居酒屋で仮想通貨で払うとかあんま少なくないですか今でも PayPay ペペは入ってるじゃないですかもうそろそろもうてかコンビニ行ったらもう電子マネーほぼ使えるしでそれは分かってるけど使えないっていうのはほんともったいないなと思いますねうんだからやっぱ結局でも、まあ、時代は進んでも時代についていけない人がやっぱいるっていうのが、まあ、現状 だから逆に言うとそういう人がいるからありがたいことに発信者っていうのが優位性立つってことですね。うん、発信、まあ、どれだけ時代進んだとしても発信する側と受け取る側、この二極化になると。うん、あ少なくてもお金稼ぎたいとか思ってるんだったら、もう、こっち側にならないと、ちょっと難しいですね <laughs>。うん。 まあ本当にあの、ペイペイ祭りなんかまあ異常でしたからね。本当に、ポイント還元率異常です、あれは。楽天、本当にね、楽天もす楽天、今までまあまあポイント結構ばらまき戦略やってましたけど、その3倍、4倍やってますからね。うん、なんか楽天でポイント10倍とかだったらおすげえとかなるんですけどね、ね、ー十10%じゃないですか。だけど40、40%とか、 ってねまあ、楽天、スーパーセールでもマックス40%とかやってるんですけど、いやあれはね、やっぱね、すごいですね。やっぱ、あのー、楽天を追跡するために、鬼のごとくやってますよね。でも、楽天より優れてるところっていうのが、やっぱ電子マネーをね、絡めてるっていうのがね、やっぱね、すごいですね。あれは。だから、金融、もう完全、もうポイントというか、金融ですからね。 ただ楽天は楽天カードが強いので7秒に1枚ぐらい発行か <laughs>。金融まあまあ楽天すげえガッツリやってるんであれですけど、まあこれからでしょうね、ヤフーさんも。うーん。そんな感じで、挑戦しろって感じですがやってみろって感じですかね。10万文字トライしてみます、久保さん。どうなるのかってスクロールしてもスクロールしてもその決済リンクまでいかないっていうね。もういじめですよね。 ちょっとやってみようかなっていう。それずっと置いとくので、10万文字書きます。10万文字。10万文字書いたらどれぐらいのこのスクロールになるのかちょっと僕も見てみたいですね。今もまあまあこれスクロールしないとダメなんですけど。ちょっと10万文字書いてみます。はい。もうちょっと今日疲れたな。今日もあとちょっと追加したらちょっとコンサルもあるんだよね。 今日はちょっとくたばります。もうだいぶ、多分ね、5時間ぐらい書いてるな、今。結構働いてます、ね、今日。<laughs> ずっと書いてる。指が痛くなりました、指が。指が痛い。<laughs> はい、ということで、いってらっしゃい。